東方葬儀。東方葬儀は、1946年から1948年にかけて3時にわたり、日本の大手映画制作会社、東方で発生した、労働葬儀を指す。特に1948年の第三次葬儀は大規模なもので、最終的には撮影所の接収に、警視庁予備隊及び連合国軍の一員として、 日本の占領業務に当たっていたアメリカ軍までもが出動した。戦後最大の労働総議と言われる。連合国軍総司令部内で敗戦日本の文化戦略を担当した民間情報教育局の映画版書大班長、デイビッド・コンデは撮影所での労働組合の結成を急がせ、会社と交渉する方法等についても組合を指導した。1945年、 昭和20年12月、東方では戦後の混乱と社会主義運動の功用によって東方従業員組合10組が結成された。10組は全日本産業別労働組合会議にも加盟し、たびたびストライキを行った。今井忠や山本札夫など、日本共産党員が戦争中から在籍するなど、開放的な社風だったこともあって、 労働運動は一挙に盛り上がり、従業員の9割5600名の組合員を持つ巨大勢力となって会社と対決するようになった。1946年、昭和21年3月に第一次葬儀、同年10月に第二次葬儀が起こった。第一次葬儀は比較的穏やかなものだったが、第二次葬儀は10組が労働時間の制約など様々な新協定を、 会社側に認めせた。ストや、新協定の混乱により映画撮影は、ままならず、東方の制作本数は18本で、他社の半数までに落ちた。同年11月、ストも反対だが、会社側にもつかないと表明した、大河内伝次郎に賛同した、長谷川和夫、入江高子、山台鈴、藤田進、黒川矢太郎、原節子、高峰秀子、山根久子、 花いらんこの10代スターが10人の旗の会を結成して組合を離脱。渡辺国夫監督なども組合を脱退し、方針をめぐって対立した配給部門の社員は第2組合を成して離脱した。1947年昭和22年3月、10人の旗の会のメンバーと同時に組合を脱退した百数十名の有志が中心となり新党法を設立した。 東方は健全な運営は難しくなっていたが、当時の経営陣は巨大な10組と直接対決を避けるため、10組を第1制作部、10組離脱組を第2制作部として、あえて離脱組を礼遇した。また、離脱したスターの穴を埋めるため、三船敏夫、小賀野義子、若山節子、岸畑へ、伊豆はじめなどの新人若手俳優を積極的に起用した。彼らは、 東方ニューフェイスと呼ばれた。1947年、昭和22年12月、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ、スキャップは、東方に追放令を発し、経営陣が入れ替わった。社長の田辺か丸が、会長に就任し、新社長には、外部から、元日本商工会議所専務理事、衆議院議員の渡辺哲三を招聘した。かねてから、 反響の投資でなった渡辺は、ローム担当重役や撮影所長に強硬派を据え、年が改まった1948年、昭和23年4月8日に、東京気ぬた撮影所従業員270名を突然解雇した。さらに、人員整理のため1200名の解雇計画を発表した。これを受けて4月15日に10組は生産管理闘争に突入。 東京木沼撮影所を占拠して、資機材を管理下に置き、正面入り口にバリケードを作って立てこもった。これによって、第三次葬儀の始まりとなる。一方経営側は、5月1日命令の日に、会社は休業を宣言。10組は、東京地方裁判所に、会社の営業再開を求める仮処分を申請したが、会社側も占有解除を求める仮処分を申請し、 対抗し8月13日に東京地裁は会社側の申請を認め専有解除の仮処分執行を決定した。翌14日に裁判所の執行理が木ぬた撮影所へ向かったが、この時は立てこもっていた十組組合員800名によって入場を拒否される。改めて8月19日に仮処分執行を決定するが、その前から労働者2500名が 木の撮影所に立てこもった。五章平之介、今井正志、楠田清亀井文夫などの映画監督、岩崎明、伊藤武夫などのプロデューサー、山形優作などの脚本家、宮島義武などのカメラマン、ニューフェイスの若山節子、小賀野義子、中北千恵子といった俳優も数多く参加した。各セットの小屋の前には、不燃塗料を詰めた大樽を複数並べ、 核村の上には冷戦のエンジンを搭載した特撮用の大型扇風機を持ち出してきて設置した。警官隊が突入してきた際、風圧で砂利やガラス片、塗料を飛ばすものであり、実際にこれは使用された。屋根や窓から木片やガラス球を詰めた袋を落とす仕掛けも作られていた。電流を流した罠も設置された。同日早朝、日本の占領業務に当たっていた。 連合国軍の一角をなすキャンプドレイクに、駐留していたアメリカ陸軍第一機兵士団、司令官、ウィリアム・チェイス少将は、カービンで武装したアメリカ軍 MP150 名、不評自動車部隊1個小隊、装甲車6両、M4 中戦車3両、航空機3機を率いて、キヌタ撮影所を包囲した。これらの部隊は、H ・カイテホフマン大将式のアメリカ軍地上部隊だった。 チェースは、航空機から指揮を取った。同日午前8時30分、警視庁予備隊2000名が仮処分の執行援助のために木ヌタを包囲した。小田急線成城学園前駅での乗降を禁止し、木ヌタ撮影所に通じる道を封鎖した。同日午前9時30分、成城警察署署長もしくは、執行理と会社側内理人の弁護士が、 アメリカ軍トラックに乗り、十数人の警官隊に守られながら、キヌタ撮影所の正門まで行き、十組に、執行理による仮処分受諾を要求し、十組代表と交渉した。同日午前10時30分、警視庁予備隊部隊が、戦車に先導されて、キヌタ撮影所正門前に展開し始めた。亀井文雄が、キヌタ撮影所正門前の予備隊に向かって、 正義は暴力によっては踏みにじられないと書いた紙を掲げた。その後、十組は軍に包囲された以上、力での抵抗は不可能と判断し、職員会議を開いて仮処分の受け入れを決定した。同日午前11時過ぎ、組合員2500名は互いに腕を組み、インターナショナルの歌を歌いながら撮影所を退去し、演劇研究所に撤退した。続いて、執行理が、 署内に入り、仮処分執行の公事書を掲示した。この時、非営遠東方文会は、木ヌタ撮影所の他に、東方営業部門、映画館も占拠していた。渡辺哲造は、映画館を閉鎖されると直接会社経営に響く、ことから、商売の面から葬儀の切り崩しを図った。東方監督の渡辺国をグレン隊の首領、万年東一に使わして、 日比谷の映画館のスト破りを依頼した。万年は、連日、小光、小林光也や、新宿の帝王、加納三倉、50人から100人の配下を連れて、映画館を襲撃し、組合員を追い出した。また連日の逃走費用を東方に要求したが、成功報酬は受け取らなかった。同年10月18日、組合最高幹部の伊藤武を、宮島義武は、 渡辺社長らと会談。ここで、組合幹部20名の自主的な退社と交換条件で解雇されていた残り250名の解雇を撤回することで合意なされた。さらに、大規模な人員整理の凍結などが認められ、組合側と会社側による覚書の調印によって、ようやく第三次東方葬儀は正式に決着した。1950年。 昭和25年、東方は東方葬儀で解雇が撤回された200名を、レッドパージという形で解雇した。1947年に計画されていた2.1、ゼネストは観光庁の大型労働葬儀であっただけに、GHQ、スキャップが介入するためには、国民の福祉に反するという一応の理由があった。また、中止方法も指導者に中止を放送させるという、 強引だが、平和的な解決策を取った。ところが、この事件は一企業の労働葬儀であったにもかかわらず、裁判所の仮処分を拒否したと見ると、武力をもって労働運動を解散させるという荒行を行った。2.1ストの際、最高司令官マッカーサーは、翌年の大統領選挙に共和党から出馬するつもりで、アメリカ合衆国民の目線を非常に気にしていた。 当時共和党は、労働組合が大きな支持基盤となっており、日本の労働運動を露骨に弾圧して、評判を落としたくなかったため、スト結構の直前まで、直接動くことはなかった。まして、軍を出動させることはもってのほかであった。マッカーシズム及び赤狩りの時代を除き、アメリカ国でも共産党は後方であり、アメリカ共産党が政党とて存在する。なお、かつてマッカーサーは、 ワシントン DC に集まった退役軍人のデモを共産党に操られているとして武力で解散させたことがある。しかし、1948年6月の共和党大統領候補の予備選挙でマッカーサーは惨敗してしまい候補に選出されなかった。この時からマッカーサーはアメリカ国民の目を気にせずに済むようにり、東方葬儀はその時期に重なって、 強制解散させられたとするものである。また、1948年8月は、ベルリン封鎖問題などで、ソビエト連邦を率いる共産主義勢力が接見していた時期であり、ソ連と共産主義者による応募を容認できないアメリカとしては、日本での共産主義的な目も早いうちに積んでしまいたかったとの見方もできる。どちらにせよ、GHQ、スキャップが、 もはや共産主義陣営の影響を受けた、労働運動に味方しないことを誇示した事件もあった。第四次東方葬儀は、参加人員が、全国の日本映画演劇労働組合、日英園の東方文会で、約180名、木沼撮影所で140名と、第三次までの東方葬儀と比べて極端に少ない、ために、一般にはあまり知られていないが、 1950年5月17日から同年12月29日まで続いた。1948年に第三次東方葬儀が終結した後も、東方は社内の派閥や新東方との不調和によって赤字を増やし、1950年1月末の借入れ金その他の債務は約13億円、赤字は1億5000万円にも及んでおり、 新たな人員整理の必要性に迫られていた。1950年5月17日、会社側は300名の人員整理通告を発表した。整理の対象は主に日本映画演劇労働組合、日永演だったが、それ以外に非永演から分裂して生まれた全国映画演劇労働組合、全永演の組合員も対象になっていた。このため、 第四次東方葬儀は人員整理によって大きく影響を受ける日本映画演劇労働組合非営園が主導した。5月24日、大英玉川撮影所、小竹大船撮影所も非営園、東方撮影所分解との共闘を受け継ぎ、5月25日、吉村光三郎監督の大英のニせれる清掃スタッフも首切りに反対の態度を示した。 5月26日、山台鈴が日本映画演劇労働組合、日永遠への加入を発表。日本映画監督協会、シナリオ作家協会などが、東方の会社側の映画制作に非協力の態度を取るなど支援も広がる。6月2日、スト指令を出した全永遠は、6月3日ストを中止し、6月16日、打結した。一方、 葬儀を主導してきた非永遠は、6月25日、買い無む公務員分保全の仮処分を東京地方裁判所に申請。これに対して、8月10日、東京地方裁判所の勧告が出され、12月28日、東京地方裁判所で葬儀打結の覚書が作られた。12月29日本社で仮調印が行われ、葬儀は終結した。 1952年に、亀井文夫監督、山田井鈴主演の劇映画、母なれば女なればを制作した木ぬたプロダクションは、第四次東方葬儀の解決金として非永遠に、支払われた600万円のうち、200万円を資本金にして設立されたとされる。東方葬儀は、日本の映画界に大きな爪痕を残した。東方は、 葬儀を乗り切った者の,の制作再開のめどは立たないため、第二制作部を母体とした新東宝に映画制作を完全に委託して、自身は配給身を受け持つ、という方針も検討したという。しかし、最終的には新東宝は独自の配給網を築いて、東宝と田を分勝ち、東宝も自主映画の制作を再開することとなる。その後、新東宝はスターが相次いで流出し、 結局1961年に倒産した。組合側の指導者であった伊藤武を、宮島義武、山本札を、亀井文雄といった共産党員は東方を追われ、今井忠しは間を開けて自主的に退社。しばらくは大手映画会社からも経営演されたため、独立プロを設立した。葬儀後、山本賀郎を、なるせ夫、黒沢明、谷口千吉監督らは、 東方で映画制作ができないため、退社して映画芸術協会を設立、新東方、大英、小畜といった他社での仕事を余儀なくされた。また、藤本マスミラプロデューサーも退社し、個人プロダクションを設立しての映画制作に当たった。相次ぐ人材の流出に悩まされた東方は、葬儀のあと数年間は低迷した。東方が黄金時代を迎えるのは、 東方重役の森岩尾が公職追放解除となって東方に戻り、黒沢、成瀬、藤本らが復帰した1950年代中頃からのことであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。